32のスカイラインだね。32のスカイラインのこれなんだろうな、 GTS かタイプ M か、まあそこらだね。ツルドアのクーペ、まあ、ボンネットから、まあ、ニスモのバンパーからカーナードから、まあ、ローダウンもしてあるか。結構ワイドなホイールに引っ張りたいやん。なんかブリッドのシート、ロールバー、スーパー GT のロゴね、どでかいリアウィングね。あのウィングはなんか朝来た時外された状態で来たけどね。どっかなんかおまわりさんに言われたのかな、おまわりさんに言われたのか運営に言われたのか、うん、まあ、ここら辺のね全体的なこのサイドステップをこうビス止めしてる感じね。こういうね荒々しいとこね、いいよ、すごい。あ、中もこう、ヒョウ柄のやつに張り替えて、ロールバーで。ちょっとドリフトがなんか普段やってんのかな、サイドブレーキがああいう感じね。おー。なんかコンピューターもなんか変えてあるな、これ見た感じ。こういう感じ。コンピューター。32の、このマフラーのこの焼け具合が、すごいよ。かっこいいよ。こういうね、ワイルドな車。素晴らしいよ。ワイルドだけど、あの、イタシャっていうね。うん、こういう感じね。あ、これオーバーフェンダーにもしてあるか。そうだよな。もともとこれ多分5ナンバーの車だけど、3ナンバーになってるもんで、車幅的には多分 GTR と変わんないぐらいか。まあ、確かに後付けのこの、ワイドフェンダーついてるね。それに伴ったまサイドステップ。フロントは多分ノーマルかな。フロントはノーマルみたいな感じで。内装もこういう感じで。内装もこういう感じ。グレッティのポストがついてるね。これでサイドブレーキはちょっとドリサ的な感じだよ。あれ、なんだろう。サイドブレーキロックするボタンかな。ブリッドの振る分けに。こういった模様ね。こういうセクシーな模様、ほら3人のスカイラインでした。